韓国の公共は外交部長官と日本の河野太郎外相が12日、電話会談を行い、元徴用匠への大野林判決に関し意見交換した。韓国外交部によると、公長官は今回の判決についての韓国政府の立場を説明し、日本側に慎重な対応を求めた。また、 双方は今後も緊密にコミュニケーションをとっていくことで一致した。